はい、今週の狙い馬のコーナーです。よろしくお願いします。はい、サンケイスポーツの柴田です。どうもです。先週はね、柴田さん大当たりでね、いや、2着抜けましたね。でも番号はしっかりあのご馳走していただいて今週も有馬記念を当ててもらって、しっかりとご馳走してもらいたいと思います。はい、柴田さんの狙いは。僕はですね、オルフェーブルが強いのはもう重々承知の上で、うん、当選冗談を狙いたいかなと。同級者の人気ですね。そうですね、セオリーですからね。そうですね、はい、まあ前走、うん、よく頑張っての3着、うん、ようやく復調してきたかなっていうところが見えたんで、うん、そうね、確かにね、この前の3着っていうのはね、たまたまじゃなくて、もうもちろんこれはね、はい、G1 勝ってる馬だしね。そうですね、うん、復調してきたと思います。うん、中山も向いてるし、うん、うん、まあ一発あるとしたらこの馬かなと思ってるんですけど、うん、そうね、やっぱり池江厩舎はね、多頭出しだけどね、足元救われる、自分のところの厩舎に足元救われるっていう可能性もねあるからね、十分。うん、2500の中山コーナー6回だからね、はい、外張られたりするとね、致命傷になりますからね。そうですね、うん、はい、私はね、はい、オルフェーブルは多分ね、みんな褒め打つと思うん で、ね、ゴールドシップ、うん、ちょっとね、この2000の内容はね、すっげえ物足らないですけど、はっきり言って、まあ、気の悪さ出してるなっていうのは、うん、まあ、でもこの系統だから、ね、まあ、オルフェーブルもそうですけど、うん、まあ仕方がないのかな。でも気が向いたらね、走るかもしれないっていう可能性ありますしね。そうですね、まあ、任す可能性っていうのを考えるとね、うん、ゴールドシップが一番高いですよね、やっぱ能力的には。うん、ゴールドシップの奮起もそうだけど、もうムーアさんにライアンに頼るしかないライアンに頼むしかない、本当。うん、なんかそんな実況がありましたね2着だったり2着でしたけどでもね、朝日杯もね、アジアエクスプレスで勝ってるしね、本当好調ですからね、ムーアジョッキーもね、はい、いや、ムーアジョッキーの手腕にも期待して、ちょっと今のところ本命に考えてます。あとやっぱりね、内田君もね、そうですね、降りちゃったんだけど、やっぱりさっき柴田君が言ったようにね、うん、内田君もね、やっぱりね、意地があるから、やっぱりここはそれなりにしっかり乗ってくると思うんでね、その辺には期待したいですね。あとね、やっぱり大穴でね、はい、ちょっとベルデグリーン、おー、中山校舎、うん、中山校舎だけど、はい、多分ね、そんなにね、足らないと思います。でもね、でもこの校内6回は紛れがあるから、うん、田辺君が思い切って乗れば3ぐらいはあるかなと思って見てます。僕は意外とノリさんが色気を持ってるデスペラードがね、うん、一発あるんじゃないかと。まだね、インキュースのとこでは、うん、そんな、まだね、そこを見せてないしね、これから良くなってきそうな馬なんでね、やっぱり4番のジョッキーだから、やっぱり気持ち悪いなっていうのはありますね。オルフェーブルを本命じゃないっていうね、2人が。そう、へそ曲がりだからやっぱね、僕外国からのね、帰国初戦はね、うん、あんまり信用してないんですよ。あ、はい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 、やっぱ一度使ってればいいんですけど。なるほどね、その点だけですね。いや、強いのはもう承知なんで、うん、もう勝ったらしょうがないなって。あとそうそう、あれ、もう同じラストランになるけど、エイジンフラッシュね。あ、はい、もうミルコがね、この前ちょっと鼻いっちゃいましたけど、これが思い切って腹くくって乗ればね、逆転する可能性まであるんじゃないかなっていう気はしますね、うん。まあ、あとはこれはもうミルコ次第ですよ、うん、そうですね、多分この前あんな競馬はもうしないと思うんでね。まあとりあえず面白そうですよ、今年の有馬記念も。うん、馬券が当たれば一番いいんですけど。そうですね今度はご馳走してください。はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。